ブレイクロバート・ディウィットは、アメリカ合衆国、ミズーリ州サイクストン出身の元プロ野球選手、右ト左打。2004年の MLB ドラフトで、ロサンゼルス・ドジャースから一巡目で指名され、入団。この年は、参加のルーキー級のオグデン・ラプターズで70試合に出場した。2008年は、ノマー・ガルシア・パーラ・アンディラ・ローシュ。 トニーア・ブレイユとレギュラー内野手が怪我で離脱したため、メジャーのスプリングトレーニングに参加した。3月31日のサンフランシスコジャイアンツとの開幕戦に三塁手としてスタメン出場し、メジャーデビューを果たした。同日、バリージトからメジャー初安打を記録している。5月5日のニューヨークメッツ戦でオリバー・ペレスからメジャー初本塁打を記録した。 肖像類種としてプレーしていたが、チームが KC ブレイクを獲得したのに伴って、トリプル a 級ラスベガスフィフティィテワンズへ降格した。7月26日に、ジェフ・ケントが DL 入りしたのに伴い、二類種としてメジャーに最初を隠し、その後、生じる位種としてプレーした。2010年7月31日に、 デッドリリーとライアン・テリオとのトレードでマイナーリーガー二人と共にシカゴ・カブスへ移籍した。2012年5月6日にエイドリアム・カーデナスを40人枠に登録するためディーフとなり参加の AAQ ・アイオワ・カブスへ降格した。オフの10月に FA となった。2012年10月にアトランタ・ブレイブスとマイナー契約を結んだ。2013年4月7日にメジャーに昇格した。 ありがとうございます。